ニコライ・ドミトリエビチ・グライエフは、ソビエト連邦の軍人、ソ連邦英雄。最終階級は、空軍上級大将。第二次世界大戦では、狙撃墜数57機を記録した、エースパイロットである。1918年2月26日、グライエフは、ドン軍官州アクサイの労働者階級の家に生まれた。工場訓練学校を卒業した、彼は、日中ロストフの工場で働き、夜間は飛行クラブに通う生活を送っていた。1938年に赤軍へ入隊。1940年にスターリングラード航空学校を卒業している。1942年8月、グライエフは大祖国戦争に上級中尉として参戦。1943年7月のプロホロフカの戦いでは、ボロネジ戦線、第2航空軍、第7戦闘機軍団、第205戦闘機師団、第27戦闘機連隊の飛行隊、副司令官として赴き、奮戦した。プロホロフカでの戦闘が終わった時点で狙撃墜数は13機を数えており、その戦功から9月28日にソ連邦英雄に列せられている。1944年には飛行隊司令官に就任。ウクライナ解放のため P-39 を買って敵爆撃機などの迎撃に当たった。親衛隊員に昇進したグライエフは第2ウクライナ戦線第5航空軍、第7戦闘機軍団、第205戦闘機師団、第129戦闘機連隊に転属。1944年7月1日、累計の撃墜数が42機に達したことを受け、再び、ソ連邦英雄に列せられた。最終的に大戦を通して総出撃回数250回、総撃墜数57機を記録した。第二次世界大戦後、グライエフは1950年にジューコフスキー空軍工学アカデミーを継いで1960年にソビエト連邦軍参謀学校を卒業した。また、1955年からはヤロスラブリに本部を置く。第133戦闘機師団の司令官を務めている。1966年から1974年まで第10独立防空軍の司令官を務め、1979年に空軍上級大将の階級で退役した。ありがとうございます。